日本大阪府大阪市住之江区安立安立は大阪府大阪市住之江区の町名。現行行政地名は安立1丁目から安立4丁目。住居表示実施済み区域である。本校ではおおむね同じ地域にかつて所在した住吉郡安立町についても述べる。住之江区南東部に位置する。現行の安律一丁目から四丁目は中央を紀州街道が走り、 紀州街道の両側に広がる、南北約1 5キロメートル、東西約120から1 5 0ルの町域を持つ。北端を細い川、東端を半海電気軌動半海線、西端を南海本線、南端を大和川に囲まれている。北で、住吉区長尾町、東で、住吉区住之江、南東で、住吉区清水急、南で大和川をまたいで、 堺市堺区七道東町、並松町、七道西町、西で、墨野江北西で西、西墨野江浜口東と接する。大和川の南岸とは、奇襲街道の大和橋で対岸の堺市堺区、並松町とつながっている。三丁目の奇襲街道筋がアーケードのある商店街となっているほかは、ほぼ全域が住宅地となっている。 元は、住吉大社の歴代偶司家のつもり市の領地の西方にあったため、西町と呼ばれていた。近世には、中来安立県にちなみ安立町という名称に変わった。住吉郡住吉村のうちに数えられることもあり、住吉大社の氏子の町として発展した。一寸法師の話と関係があるか不明だが、勝手は、針の行商人が多く住んでいた。 1879年になると安立町に住吉郡の軍役所が置かれたが、1881年に東成郡の軍役所に統合された。なお、現在の大阪市南部にあたる住吉郡で当時、最大の町は安立町から遠く、東に位置する平野号町だった。1896年には住吉郡は東成郡に編入された。 1925年4月1日に安立町を含む東成郡全域が大阪市に編入され、旧住吉郡の区域で住吉区が誕生。旧安立町の地域は住吉区に属した。1974年7月22日に住吉区から住野江区が分区するとき、安立地域は住野江区に所属することになった。 徳川将軍家のご天意である中来氏一族の中来安律権元なという名医として知られていた医師がこの地に住んでいたことにちなむ。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に住みの駅にある小学校、中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。2020年4月現在安立庁に関するカテゴリー。 ありがとうございます。